セレブリティ、ないし、セレブとは、マスメディアや大衆に広く認知されていること。名詞、著名人、有名人。ただし、日本国内では、本来の英語とは、若干異なる意味で用いられることが多い。セレブリティは、ラテン語、セレブレータスが古フランス語を介して、中世英語に取り込まれた語である。ラテン語のセレブレータスは、繁華、祝祭、群衆。 名声などの日本語に相当する。古英語では、ボル、ジブルマンなどと表現した。英仏、ラテン圏では、古くから一般語として定着しているが、ドイツ語圏では外来語のニュアンスがあり、プロミネンス、プロミネンズと表現する。なおプロミネンスもラテン語圏である。英語でもプロミネンスで通じるが、太陽の光縁を思わせるため、文脈に依存しがちになる。英語における、 セレブリティという単語の使用が確認できる最古の文献は14世紀のものである。基本的には有名、著名である状態を呼び、そういう人を意味する。一般的にエンターテインメント界やスポーツ界の有名人を指すが、就職後的に他の職業の有名、著名人を指すこともある。しかし、大衆向け雑誌や大衆向けテレビ番組では、 有名人でかつ金持ちのことを指す傾向がある。このような雑誌や番組では、大富豪、俳優、スポーツ選手、スーパーモデル、作家などがセレブリティとしてよく取り上げられている。裕福だが有名ではないものは、セレブリティとは呼ばれない。また貧乏でも、有名なら、セレブリティと呼ばれる。例えば、インターネットセレブリティや、YouTube セレブリティと呼ばれ者たちは、 必ずしも裕福でない。また、有名な犯罪者の形容にも、この語が使われているのを見ることができる。フェーマスという単語と比較すると、フェーマスが、フェームからなる良い意味での著名さを暗示しているのに、対して、セレブは人が、たくさん集まる様子を表す、ラテン語セレブレータスが語義であり、大衆の字幕を集めるものといったニュアンスで、もう少し軽い。古くは、 ジェット旅客機で世界中を旅して回れる裕福な若者たちを EN、z セット、最近では一機、数十億以上する自家用ジェット機で世界を飛び回る。ものは、ジェット族と呼ぶ。映画などでは古く主演を張ることを、スターリング、主演者のことをスターと表現した。欧米のマスメディアでは、年末年始にセレブリティ・オブ・ザ・イヤーという特集が組まれることがあるが、 この場合は、話題の人といった意味合いのことが多い。ファッションモデルのセレブの場合、アメリカのモデルと誤解されがちだが、ナオミ・キャンベル、ケイト・モースラは、イギリス出身である。セレブの顔ぶれは、時代によって入れ替わり、2010年代には、カイリー・ジェンナー、レディガ・ガラも、セレブとして報道されている。リアリティ番組の、セレブリティ・エディションなどには、それほど有名ではない。 いわゆる B 級スターが出演するケースが多い。セレブリティの中でも特に有名、あるいは人気が高いものを A、リストセレブリティ、または A リスターと呼び、そうでないものを B、リストセレブリティや B リスターと呼んで区別することがある。A リスターや B リスターという故障そのものは業界を問わないが、特にエンターテインメント業界のものを指す傾向がある。なお、 こういうリストが実在している必要はない。特定の地域のみで有名、著名なものはローカルセレブリティと呼ばれる。また、昨日まで無名だったものがリアリティ番組などで急に有名になり、すぐにまた忘れ去られてしまうという現象を指して1 5ミニッツオブフェームという。自分自身がエンターテインメント界、スポーツ界などで成功したというわけではなく、単に有名人の家族、 友人であることで別枠の人扱いとしてセリブとされることがある。あの有名人の家族、友人、代理人 ECT として有名の養蜂である。大統領や州知事、上海議員の家族などはこの典型であり、この場合、実質的には VIP との区別は消滅してしまう。あるいはスキャンダルを起こすなどしたものがセレブリティ扱いされ、その結果として映画や モデルなどの仕事を得る場合がある。日本のテレビや雑誌メディアはセレブと略し、金持ち、優雅な、高級な、品のない富裕層などの意味合いで使用している。日本語での、有名人、著名人は、本来の英語の意味である、セレブリティと同じ使われ方が行われている。しかし、日本語のセレブは、英語の用法から有利し、セレブっぽいなどと形容詞として使われ出したため、実際に、 有名かどうかよりも、有名人のようなという意味に変化している。21世紀に、セレブという言葉が広まっていった。セレブリティが持つイメージから、ワイドショーや雑誌等のマスメディアがおしゃれで、ゴージャスな一般人を、セレブっぽいなどと形容し、素人に縁のない存在としてではなく、派手な暮らしをするという、日本語独自の用法が広まることとなった。 このような派手な生活をする人間を日本では成金と呼んでいたが、成金は俗なイメージがあり、また世襲ではなく初代であるなど、セレブと同一な意味ではない。なお、セレブは雇用であり、成金ときちんと言うべきとの意見もある。一方、女性誌では魅力的な女性を指したり、優雅さだけを指す場合もあり、意味は拡散し、拡大傾向にある。また、 金持ちというと嫌味、生々しさがあるため、セレブと言い換えたりする例も多い。さらに、プチセレブ贅沢、おしゃれ、懐に余裕がある、といったような意味。ここでもセレブリティの元来の意味である、有名という意味は含まれないという本来の意味から、外れた言葉も生まれ、流行を覆うことで絶に浸っている、女性像を暗に表している。商業広告では、 極上の〇〇でセレブなひとときを、なども参見される。また、セレブとセレブリティを別に考える傾向も見られるようになった。現在、女性誌などで、自らセレブと名乗る読者モデルがいるが、そう名乗る人々の大部分はセレブに値せず、あくまで、自称である。最近は、自分からセレブと簡単に名乗ってしまい、実際にはセレブとは全く異なる。 単なる読者モデルたちがセリブを名乗ることに疑問の声も多い。英語本来の意味のセレブリティ、著名人、有名人との意味合いならば、かなりの数の芸能人が該当し、大量のセリブがいることになる。マスメディア、インターネットなどにおいて芸能人、文化人、スポーツ選手、起業家などの評判記事を作成する際に、まさしく理解して使用されているとは限らない。 裕福であるかどうかは、セレブリティ、著名人、有名人などの要件ではない。日本初のセレブ雑誌は、海外セレブマガジンの、ゴシップス。2007年6月18日にトランスメディア社発行、オートグラフ社編集で創刊された。同誌は、海外セレブのゴシップ、ファッション、ビューティー、ライフスタイルなどを扱っている。これまでの映画誌とは違い、 セレブの表の姿よりもプライベートでのゴシップやファッションなど裏の姿にフォーカスしている。また同氏は海外セレブマガジンのパイオニアとしてテレビやラジオなど他のメディアに出演協力や情報提供を多数行っている。セレブが出演するテレビ番組は世間離れしたセレブの言動が受け高い人気を誇っている。例えば2002年には おじいオズボーン一家のビバリーヒルズの豪邸での日常、生活を追った MTV のリアリティ番組、オズボーンズが世界的な人気を獲得、家族揃ってお茶の間にお馴染みの存在へとなった。海外でこの種の番組はリアリティショーとして放映されていることが多い。日本にもセレブ紹介番組は存在している。2003年から2008年に放送されていた。 世界バリバリバリューが挙げられる。この番組は初期はサーカス、会社などを紹介する番組だったが、中期からお金持ち、セレブ紹介番組に完全にシフトすると低迷していた視聴率が上昇するようになった。だが、プライベートを全国区にさらすことは一歩間違えれば犯罪に巻き込まれる可能性があり、実際に2006年6月に、 東京都渋谷区で発生した渋谷女子大生誘拐事件では誘拐された女子大生の実母で美容整形月会が頻繁にテレビで家の中や高級車などを映していたことが誘拐の原因とされた。セリブの恋愛や不倫、事件や不幸などを話題とするゴシップには日本にも一定の需要があり、雑誌やテレビでもそのような特集がされることが多い。 ハリウッドセレブリティーズイコールハリウッドたち、語源は、有名な人。マルチェロ・マストロヤンに主演、フェデリコ・フェリーに監督で、世界的大ヒットとなった、甘い生活や、ウディ・アレンが監督を務めたハリウッド映画、セレブリティで、セレブリティとその周辺に群がるパパラッチの生態が描かれている。セレブレータス、歴史コンラティーのジャポニカム田中秀夫、研究者辞書部。 1952年9月5日、93ページ。英語では、クラウデッド・コンディションズ、クラウディング、マルチチュード、フェイム、レナウン、レピューテーション、フリークエンシーなどと訳される、ラットディクト該当語 AB、セレブリティ、デフィニションモア。メリアム、ウェブスター・オンライン、2013年4月22日、閲覧。AB、デフィニション・オブ・セレブリティーン。 オックスフォードディクショナリーズ。オックスフォードディクショナリーズオンライン。2013年4月22日。閲覧。 h t t p g q j a p a n j p t a g k a t e m o s s h t t p w w w e l c o m j p c u l t u r e c e l e p g o s i p a b c d e f i n i t i o n of a list in Oxford Dictionaries. オックスフォードディクショナリーズオンライン、2013年4月22日、閲覧。エイリスト、メリアムウェブスター、エスラーナーズディクショナリー、2013年4月22日、閲覧。セレブリティ、メリアムウェブスター、エスラーナーズディクショナリー、2013年4月22日、閲覧。デフィニシャンズフォー45ミニッツオブフェーム、DEFINITIONS.NET。E F I N y T I o N 2013年4月22日閲覧。15 minutes of fame.The phrase finder.2013 年4月22日閲覧。ありがとうございます。